今日は二重むつめのかごに枠をつけていきます。作りたい高さの最後の一本は竹の皮ではなくて竹の実を通しました。皮ではなくて実にすることで、これからボンドをつけるんですけど、しっかりと留めることができます。この二重むつめの時はこの竹を曲げてこの隙間に折って入れます。こうにすることで最後の一本がこれ以上上に上がらなくなって、ここで止めることができます。これを全部をやる必要はないんですけど、何箇所かぐるっと折っていきます。この竹を折って この隙間に通します。通してギュッと折ります。これが折り止めになります。今このかごは二重むつめのかごなんですけど、むつめのかごの枠をつける時もこの折り止めをします。これをしておかないと枠をつけても、枠をここにつけていても枠ごとガサッと抜けてしまったりするので、この折り止めは大切です。これで何箇所か折り止めができました。そしたらこの位置に木工用ボンドをつけていきます。外側と内側にボンドを塗りました。そしたらこれを乾かしておきます。乾かしている間に枠を作っていきます。枠を作るときはまず身側と皮側を7対3で割ります。これだとまだ分厚いので、もう少し皮側を薄くします。でこの時によく見ると皮側と身側で色がちょっと違うのがわかるでしょうか。よく見ると皮側の方が濃い色で、身に向かってだんだんと薄くなっています。自分が作りたい枠の厚さの部分の色を折っ
てこうだんだんと割っていくと厚みが揃いやすくて綺麗な枠になりやすいです。このラインを一つの目安にすると綺麗な枠が作りやすいです。そうするとまだ小刀で厚みを揃えてない状態でも結構丸に近くなります。だいたい丸にはなってるんですけど、ここがちょっと直線的だったりするので幅と厚みを揃えていきます。これが外枠です。1枚ずつ枠を作って2枚で挟んで枠を作るんですけど、外枠は革側で内側も同じ革で作ってもいいんですけど、今回は簡単にしたいので内側は身でやろうと思います。こっちが皮側で、こっちが身側です。今の時点で皮の方が薄くて、身の方が分厚くなっています。竹は皮の方が強くて、身の方が弱いので身の方が分厚くなっています。なので内枠になる身側は節のところは削って、竹は反っているので端のこことここを平らにならします。こっちとこっちの角を取りました。枠の幅を整えます。外枠も丸にした時に直線になってしまうところが分厚いということなので、この分厚いところの厚みを小刀で取ってできるだけ正円になるようにします。丸になりました。たらさっき塗ったボンドが乾いてきたので
余分なところをカットしていきます。ハサミで余分な部分をカットします。でさっき折り込んだこの竹は短いところで切ってしまうと、せっかくここで止まっているのが中に落ちてしまうので、この竹よりもちょっと長く長い位置で切ります。このぐらいで切っておきます。そうすればこの止まったままになります。そしてカゴの円周を測って、今は 67.5 です。今回は 67.5 なので、0から67.5、ここから始まってここが67.5 です。この端がだいたい同じぐらいになるように取ります。そして輪にした時に0と 67.5、 これが合わせて重ねれば、この枠は 67.5 の枠になります。で、重なり部分に印をつけておきます。この部分が合わし目になります。2枚が分厚いまま重ねてしまうと、合わし目だけが分厚くなってしまうので、この合わし目部分はこっちからこっちに向かってだんだん薄く、こっちからこっちに向かってだんだん薄く削ります。こっちからこっちに向かってだんだん薄くして、こっちは皮側に合わし目が来るので、こっちからこっちに向かってだんだん薄くしました。これでここに重なって、合わし目部分ができました。身側も同じように合わし目部分を削ります。身側の方が円周が小さくなるので、合わし目は長くなります。外枠だけは円の状態にしてしまいます。この端を針金でしっかり留めるために、こ
ここに切り込みを入れます。ここに針金が引っかかる溝を作りました。外枠が輪にできたら、カゴにはめ込みます。外枠が入りました。そしたら内枠を入れていきます。外枠の合わし目がここなので、内枠もこの合わし目と合わないように、合わし目の反対側に合わし目が来るようにします。外枠の合わし目がこっちだったら、内枠の合わし目がここに来ます。内枠と外枠が入ったら、その隙間の幅を見て、この間にササラを入れます。外枠と内枠の幅の隙間分の竹を縦に細かく割ることで、竹を曲げることができるようになります。作ったササラを間に埋め込みながら、針金で留めていきます。これで外枠と内枠がつけられて、隙間にはササラが入ったことで見た目も綺麗になりました。次回はここに灯を巻いて仕上げをしていきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。